石壁での勝利は曹操の覇道を大きく前進させた。このまま各地の諸勢力を制すれば乱世の収束へと至るはず。帝はその功を称え、河北一帯を治める曹操を魏公に報じた。一方、敗走した孫権は権業まで引き、堅守の構えを取る。また連合した劉備も孫権に従い呉軍の地に投入していた。相も変わらず根なし草の劉備は当面の脅威足りえない。ならば孫権がその力を取り戻す前に叩くことが先決。そう判断した曹操はすぐさま孫呉征討の軍を起こす。石壁の戦いからわずか2ヶ月の後のことである。長領、天尉、長公、そして曹操のもとに身を寄せる蔡元、蔡文姬、曹操帰下に集う多様な蔡が今権業に孫呉の明日を立つ。石壁で、うん、ただ貨幣、さあ城にこもる孫呉を追い詰めよう。まず盾を、正門を目指そう。長公殿、蔡文姬殿は南側を制圧、長領殿と天尉殿は西側から侵入。頼む。悲しき乱世の終焉までもう少し。今私たちにできることをしましょう。私にできることは美しき戦のみ。趙春雁、この戦を勝利で飾りましょう。おい、我が治癒で葬ってくれるわ。
上するだけの力はありません。周囲を制して追い詰めれば出てくるでしょう。来やがったな。今度こっちがぶちのめしちまうのかぞ。そう何度もやられてたまるかっつの。さあ覚悟しなよ。では速やかに城を制圧いたしましょう。この城に狙いを定めたか。希望の光を。だがそうやすやすとはくれてやらんぞ。壁壁では苦杯をなめたな。おお、この城は渡さんぞ。この地は私が制しました。今こそ孫権を討ち、皇統を制するのだ。一息に参りましょう。私たちの戦術と勝機をつかむ。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。この勢い、誰にも止められますまい。遠慮城の門を全て閉めてください。ここから先は友達以外侵入禁止。みんなしっかり守ってね。どうやら分断されてしまったのだ。まずは城門を開けさせようか。その後本陣を狙う敵を倒しに行くとしよう。
我らは戦うなと言ったのだが、殿は地面の前に行くさ。そちらに下ろう。敵の奇襲は防いだ。天行城に戻って侵入を続けようか。五の強順派がこちらに下ったようだね。他にも同じような人がいるんじゃないかな。彼らも全員こちらに帰陣させられるか。そうすれば敵の士気は相当下がるはずだ。うわ、なんだ、俺から何か飛び出てくるぞ。赤壁での屈辱注がせてもらう。葬儀の将兵、この天行に散るがいい。この仕掛けまで放っておいては危険ですね。希望の早急に周囲を倒し停止させましょう。やはり我らが叶う相手ではないか。壮麗な戦ぶり。かような失態を演じるとはお恥ずかしいかも。素晴らしいご活躍。このアリスピです。魂の戦術です。手を貸してくださいませんか。願いを込めて。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。いつもながらお見事な武勇。策の出番もあります。時代の戦い。私はただ一人となっても孫悟の志を貫く。兄上、私に力を。ここで全て終わるのか。父上、兄上、お許しください。孫権は倒れ、皇統は我がものとなった。残るは龍、奴を討ち、波動を完遂する。